もやもや探検。はい、では今日はもやもや探検コーチ養成スクールのミラクルよしこさんにお話を聞きます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よしこさんがもやもや探検コーチ養成スクールに参加しようと思ったきっかけを教えてください。はい。私はもうハッピーに、生きていたし、その頃、なんか見るミラクル、奇跡を引き寄せる方法とかもなんとなく分かってきて、それが楽しくて、で、教えてあげたいなっていう気持ちになってたんですね。うんうん、だけれども、それをどうやって伝えたらいいのかなみたいな、どうしたら伝わるんだろうっていうのをすごく悩んでて、うん、でもがいていたんですよ。で、ルンさんと出会って、なんかいろいろ動画とか見させていただいたら、私が考えてるこういう風だったらいいのになっていうその完成形がなんか同じで、考え方とかもすごいと思ってそう、それで。でしかもそこに参加している人たちがなんかどんどん変化している姿を見て感動して、やっぱり心理学とかは私も本当に心理学とかはそんな必要なくって、もっとシンプルでできるのになって思っていたから、うん、それで入ってみたいなって、教えてもらいたいなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあスクールに参加する前のことをいろいろ今お話ししてくれたんですけど、まあ、心の状態、まあ、もがいてたっていうふうに今、ね、話してくれたんですけど、まあ、具体的に言うとどういう感じの心の状態だったか教えてもらえますか？はい、なんか自分で仕事にしたいなっていう思いがあって、好きなことを仕事にしたいなっていう思いがあって、で、それをどうやったら形になるのかっていうのがもう漠然としすぎて、うん、行動に移せなかった。発信はなんかそれなりに自分なりにしてたんですけど、それがどうやったら仕事になるのかなみたいなところで、はい、はい、わかります。ありがとうございます。じゃあ実際にもやもや探検コーチ養成スクールに参加して、はい、まあ、まず初めは、まあ、ビジネスを学ぶっていうよりも、まあ、自分の心の声を聞くとか、もやもやに隠れた宝を見つけるっていうところを、まあ、コーチと担当のコーチとか、まあ、私とかと一緒にもやもや探検してたんですけど、まあ、どういうふうにその心の声というか心の状態は変わりましたか？なんか動画を見ていた時に印象的だった人がいて、それで私の中では NG ワードの面倒くさいっていう言葉があるんですけれども、それをなんか自然体でなんか何の恥じらいもなくこう面倒くさいとか言って明るく話してる方がいて、なんかすごいと思って、ある意味すごい印象的だったんですね。そしたらなんとその人が私のコーチになりそれで、そうで、私いろいろこうやってみたいんですけど、その自信がないんですっていう悩みとかも話したんですけど、そしたらコーチやるのに自信はいらないんだよって教えてくださって、でもなんかその存在そのものもそうだし、そのままの自分でいいんだっていうので、なんかすごく背中を押してもらえて、1回目で私もすごい感激してこの出会いに、ちょっと心が震えましたね、はい、よかったです。じゃあそのスクールに参加して、
まあ、担当、健一さんだと思うんですけど、はい健一さんのコーチング受けたり、私のグループコーチング受けたりして、そはい。はい。のめんどくさいっていう、その NG ワードはどういうふうに変わったんですか？だからその面倒くさいっていうことがダメなんじゃなくって、面倒くさかったらやらなくてもいいとか、自分の心に沿って正直に生きていくことで、こうやりたいっていう気持ちに変わっていけるんだっていう、それを受け入れることで、エネルギーがこう、ね、湧いてくるっていうところがなんかすごいなと思って、なるはいほど。はい、めんどくさいっていうモヤモヤが来たら、まあ、本当はどうしたいのかっていう心の声を聞くことによって、まあ、自分のこうエネルギーが湧いてくるところが分かったっていう感じですかね。そうです、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、もしモヤモヤ探検に出会ってなかったとしたら、よしこさんは今頃どういう状態が考えられますか？おそらく、ずっと悩んでますね。どうしたらいいんだろうって悩み、時間がかかってたと思います。まあ、ミラクルよしこさんは、スクールに参加されてもう1ヶ月で、もやもや探検コーチとして、まあ、オーディションに合格して、まあ、今、コーチとして、まあ、ビジネスの勉強とかも、まあ、今、されているところなんですけど、どうですか？そういう、一人でどうしたらいいかわかんないって、一人で悩んでた時と、まあ、今、こう実際にこうビジネス学んでみての、この心境の変化とかはどうでした？本当にルンさんの、コーチのお勉強は、何て言うかな、本当に誰でもできる、すごくシンプルにテンプレート化されていて、本当に何か教えてあげたいなっていう感じですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、ちょっと前のよしこさんみたいに、まあ、何かでもやもやしてる方に、まあ、もやもや探検コーチ養成スクールのおすすめの言葉をぜひお願いします。そうですね、なんか動画とかいっぱい流してくれて、情報も流していただいているので、そういうのを見て、なんかこの人素敵だなとか、なんか気になるなとか、そう思ったら多分波長が合うっていうかね、あなたに合う人だと思うので、ぜひノックをしてもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。では最後に、よしこさんのこれからの夢を教えてください。私がコーチになって、もしそのクライアントさんとセッションして、その方が夢とかを叶えたら、リアルに会って乾杯したいああ、いいですね。はい、ぜひ考えてください。はい、じゃあ、ありがとうございました。がとうございました。なぜ心理学を学ばなくても、モヤモヤに隠れた宝を見つけるだけで、会社に縛られずに100%人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ、今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。